そのプレイしてる時に、でも最初っておそらくサッカー始めて、まあどのあたりでそれが見えてくるのか分かりませんけど、そのボールもらうためのまず動きっていうのが出てくるじゃない。でその後の次の絵までこういうところが見えるようになってくる感覚ってどっかであったんですか。いや最初はやっぱりあの、まあ、吉野さんとか、はい、ケンさんとか出せっていうで言われ続けて、うん、でも自分の中でまだそこまでの、まあ、こっちの能力だったりとか判断っていうところだと思うんですけど、はい、うん、まだ出せないなとか。でも出せないけど呼んでるってことは出せるだろうって思われてるから出すっていうこと、出せって声を聞こえるなっていうことで、うん、じゃあどう出そうかっていうところに、あ、うん、でそうするとボールもらう前にどういうふうにしたらいいかとか、はい、そうか、次のことを考えるようになったということか。はい、おなるほど。あとはその前向いて、はい、まあ、先ほど言ったこう駆け引きのところで、ね、ここの食いつかせてやるのか、こう違う食いつかせるのかっていうことで受けるところがありましたけど、はい、受けた後のこの辺の絵とかっていうのは、まあ、原則的なことで言うとやっぱりまず一番ここから見るってことですか、さっき言ったような。そうですね、そこはあのプロ入って最初に剣道さんに言われましたけど、一番遠くから見ておくっていうことは、はいはいはい、なのでそこが今もあの自分の中ではあります。そこじゃ逆に言うとそれまではあまり意識できなかった。意識してなかったです。単純に自分がこうしたいって思って一番遠く蹴りたいと思ってこうしたいと思ってこうするっていうのがありました。なるほど、なるほど、うん、常に一番前っていう選択肢を捨てないで近くっていう選択っていう考え方をしてなかったので、先に向こうからっていうのがなかったんで、はいはい、それやるようになって何か景色変わりました。なんていうんですかね、見ることによってディフェンスの選手も、はい、いう行動に出てくれるというか、はいはい、うん、センターバックの選手も対応する、対応してくる分、見るだけでね、はい、あ、でボランチの選手もキックモーションっぽくなると、はい、ボールに来るよりコースにこう入ろうとする、するっていうところで、うん、自分に時間ができたりっていうことが増えてきたかな。あ、そうすると他のここの下がったことに生まれる選択肢も見えますもんね、はい、こういう風に。あ、そっか。でもそこ僕もね、これ、前本にも書いたんですけど、はい、若い選手たちです非常にこれができる選手が減ったっていうか、僕も昔健吾君とかの世代って、まあ、小笠原光雄さんとか、遠藤さんとかね、はい、ああいうボランチの選手たちって僕がセンターバックこっちでやるときにパッてこうボール持った瞬間にこの辺を見てる感覚がやっぱりあって、で見られると僕らもやっぱり対応しなきゃいけないんだけど、若い選手たちその後上手い選手出てきてもあんまりやっぱりこっち側から探し始めて、で掴まれてるからこっちを見るって感覚になる選手が多くなってきて、そのあたりこう、まあ指導の部分もあるんでしょうけど、こう遠くからやっぱ見ることによって僕らはやっぱりだいぶプレッシャーかかるし、それによって選択肢が生まれちゃうっていうのはあったので、そうか、やっぱその辺もやっぱ変わるんですね。じゃあこれはある意味、じゃあ大島選手の中でも原則的なことですよね。そうですね。そうするとプレーの選択もやっぱり多少変わってきました、その最初の頃と違って。より背後に見るで実行するっていうことは増えたかなと思いますし、うん、そうすることによってなんか僕たちの僕たちのサッカーってこう足元を丁寧につないでいくっていうところで、はいはいはい、それに対してガツガツ来るチームが多かった、はいはい、こともありますけど、うん、背後を意識させることで、うん、あ、吸って間延びするスペースができて、よりこうつなぎやすくもなるというか、はいはい、やっぱり僕たちも背後にボーンって蹴られて間延びさせられるとやりにくいっていうのはもちろんあるので、はい、そういった意味ではそれができるようになってくると、うん、あの自分たちのやりやすいサッカーっていうのもよりできるかなっていうふうに思いました。つなぐのがまあ当然ここで急にコンビネーションで崩したいけども、そればっかり先に頭になってしまうと相手に分かってしまうし、はい、対応されてしまうから、はい、そうじゃない部分が先に出てくると相手にそっちに対応されて逆にいいところが見えるってことですね。そうですね。逆にその大島選手なんかがその守備をするときに、まあ、タイツ中盤の選手たちいるじゃないですか、はい、あるいはフォワードの選手たちでこうやられて嫌なことってあるんですか。まあ、これはあんまり嫌かな、プレイヤーとしてと言いたくないかな。いや、どういうことをやられると嫌だっていうのはあります、はい、例えば最近のチームとかって人の配置で進めていくというか、はい、
後ろに人数をこうキーパーも参加してビルドアップすることで、うんうん、来てくれたら、はい、ボーンって蹴ってこう感じにするとか、はいはいはい、サイドに寄ってる選手が多いけど、うん、こっちに残ってる選手が2人いて寄せといてみたいなね、サイドバックで1対2を作るとか、そういうのって原則やっぱスライドすることとかってすごい教え込まれて、はいはいはい、あそうですね、はいはい、なるほど、守備の時に、はい、まあサイドに入れば当然こっちに行かなきゃいけない、これがもう守備の原則ですもんね、はい、で遠いボランチはちゃんとここに来るとか、はい、あ、はい、消すとかっていうふうに、はい、でもこういうところにとか、うん、ここにもいたりとかするので、はい、こうやられボーンって蹴られてしまうと、うん、ここがやっぱり普通的に不利になって、はい、今日のコパ の、はい、あの2点目のシーンも、はい、もうここでガチャガチャってなってボーンって来られて、うんうん、1人がドリブルしてこうオーバーラップして、はい、クロスをポンって上げた、はい、なのでここに待ってるとか、うん、でここのボールはもう勝負してもらおうかなというか、1枚で2枚なので勝負してもらおうかなというふうに思って、うんうんうん、あまりここの時にはここまで来る、なるほど、行かないようにかなっていうふうに思ったり、おお面白い、での原則はやっぱりスライド、はいはい、動作原則はこうだけど、うん、やっぱりでもそれを分かった上で展開をしようというふうな、うん、はいはい、こうアクションに変えてると思うので、はい、じゃあその狙いはこっちに人数待ってたらいいのかなとか、なるほどっていうのは、あ、なるほど、だからまあ試合の90分だからその、まあ、最近の特にサッカーって、まあ、お仕事サッカー見るの好き、あの見るようにはなりました結構そのね、ヨーロッパのサッカーもすごいこう、はい、守備の原則を逆手に取るような攻撃をこう意図的に作り出してみたいなことってこう、はい、今のサッカーの潮流だと思うんですけど、はい、それに対して、まあ、守備の原則からするとこっちだけど、はい、一回これで何回かこう封じとくと相手の攻撃が手詰まりになった感覚になって、あるいはここで防げちゃうかでもいいですし、はい、っていうところでは、まあ、この辺は試合の中であれにさせていくってことですよね。そうですね、うん、そうするとやっぱりまた違ったりし、これ試合でやったんですか実際？試合でやりました。ただ一回後半始まってすぐに、はい、ここの選手もこうやってなるじゃないですか、はい、でここから僕まだいいかなと思って行った時に、うん、ここからスポーンって入ってここでスルーされて、はい、立ち上がったんですけど、うん、前半はここを見てる素振りもなかったので、うん、まあいっかって思ってたんですけど、うん、後半一回それがあった時はちょっとびっくり、でもその後そんなに多くやった感じもなかったので、うん、じゃあ相手はたまたまそれが見えたって感じだったのかなって思います。あ、まあ、この辺の距離からこう出すってリスクもまあ多少あるので、あ、そうですね、はい、そうですね、試合の時に少しもいいかなと思ってへ待ってるっていう、なるほど、確かにな、そうだな、僕もだいぶ現役ところのあれを忘れてきたけど試合の中で少しずつね、はい、この相手に対してどうしたら最適解になるのかって少しずつあれにさせていきますもんね、はい、でもあのボランチやってると確かにこれでよくありますけど、ここの間通されると、はい、あのこの背中側から走られるの結構面倒くさいじゃないですか、これついていけないじゃないですか、はい、意識してても、これも一つのある意味原則っちゃ原則ですよね、はい、でこれはまあある意味その原則をこう破ってでもこっちの守備のことを少し守備というかこう相手の 対相手みたいなことを、はい、まあやっていったってことですよね。そうですね、うん、攻撃側は数的優位を作れば、はい、この能力をなんていうんですかね、この能力で劣っても、はい、数的優位を作れば、はい、まあ相手にとっては大変だと思うので、はい、そうさせないというか、うん、最低でも同数になる、なるほど、という同数同数にしてここが、まあ、1人余れる状態でもありますし、うん、でそこでシャドウがもし入ってきても、まあ、それでもまだ耐えてるっていうことを、はいはい、をまあ、意図的にやったってことですよね。で、なるべくフォワードの選手にボランチもしっかり見てるというか、はいはい、やっぱ出てたら蹴られるというか、うん、あの前からプレッシャーかけたときに、はい、ここからボーンって蹴られたのを見て、はいはい、あ、これ狙ってるのかなって思ったのが一つあって、じゃあ、ここで待ってたら、どうするのかなっていうのを、はい、なんか思ったので、うん、待っててもいいのかなって思いました。で当然ここにの選手の体制対応は、はい、センターバックに変わった、はい、言わなきゃいけないし、
この辺こう試合中よく喋るようになったじゃないですか、最近、はい、いろいろこうこの時自分こうするからねってことを喋りに行ってるように見えるんですけど、はい、こういうのを喋ってたんですよね。そうですね、まあ試合に向かう前に の練習で少しこう、うん、多分ここのコース開けて、うんうん、僕らここの方を狙うんで、うん、ここだけお願いできますかっていうことは、ただ2トップだったらもう少し、はい、中盤選手が1人減るんで、はい、その時はまあ僕らボランチが、うん、ちゃんとカバー1人は入るようにしますってことは伝えましたけど、うんうんうん、なるほど、ワントップだったので、はい、お願いしますっていう感じで、へえ、そういう、こう全体が見られるようになった感覚ってここ数年ですか？あ、でもそうですかね。全体像を見ながらこうどういう狙いで、はい、いわゆるチーム、これはチームの約束とかな、まあ、チームの原則かもしれないですけど、つなぎながら相手が出てくるのを待って、はい、でここに中盤がついてこなければこっちだし、ついてきたらもう一個飛ばして、はい、でセンターバックが来たらその裏だみたいなことを、はい、おそらくやってるように見えるじゃないですか。そうみたいな、そういうところもそういう観点でサッカーを見るようになったってことですよね。そうですね、ちょうどあれぐらいのサッカーボード家にあるんで、おえー、ではなんでこうなってんのかなって思いながら、あんな持ってんすか？はい、買って、すごいな。